3月19日から始まるハロープロジェクト2023スプリング笑いすぎでしょ3月19日からスタートするやばいやばいやばい3月19日ちょっとここだけ行きます。3月19日から始まるハロープロジェクトスプリング違かったハロープロジェクト2023スプリングシティサーキットビヨンズコンサートツアーネオビオのグッズ紹介を始めまーす。わーい、どうも、切り立てほやほやの一岡でーす。切り立て、そうよで、切りっぱなし、そう、これが切りっぱなしボブです。よろしくお願いいたします。よ、そう、前回までは、ついてたんですけど、島倉理科に、ここら辺に多分出てくるだろう、島倉理科にあの、なんか、絶対切りっぱなしだろうって言われ続けて、でも切りっぱなしの方が似合うよって言われたから切りっぱなしを頼みました。はい、切っちゃったね。そうそう、理科の頃にお会いしちゃったかもしれない、私が紹介するのはですね、こちらです。ネオン管 T シャツです。サブタイトルがネオビオということで、ネオビオ、まあそれ当たり前ですよね、書いてるのは書いてるんですけど、あのネオン管っていう光る、そのネオンの管があるらしくですね、あの光って光らないけど光って見えるよみたいな感じの T シャツと聞きました。デザインということで来ますね。あ、そっか、椅子椅子頑張ってね。オッケー、不発させないでよ。うん、もうちゃんと着替えてよ。さってこと、ね、なんか、あ、入ってくるんだろう。変身体操。そうだよ。よいしょ。今、絶対不発だろう。絶対不発だったよ、今。カットするっていうあれで、せーの。あ、すごい。え、すごい。きっと多分これで成功しているだろう。多分ね。これ L サイズなんですけど、あの、こんな感じです。時間の紹介。こんな感じ。いいサイズだね。あの、ね、うん、長さがね。全然見えない。そう、こちらはですね、サイズ展開が M、L、XL という3種類になっておりますので、いいね、チェックよろしくお願いします。皆さん、あの、さっきスタッフさんと話してたんですけど、己の T シャツを着るのもいいんですけど、あの、己の T シャツなんですか。それそのやっぱなんかこう作ってきたよみたいな。己のと T シャツ着るのもいいんですけど、こちらもぜひ着ていただきたいなっていう感じでございます。じゃあどうやって次にな。次ね。あ、どうしようか。次どっちだ。前田で行きます。ってことで、じゃあ今から、マジックをお見せしますね。してるぞ。私が、はい、3秒経ったら消えるので。3秒消えていくタイプ。どういう消え方するの。どうやって消えようかな。じゃあ、どうやってやったらいいか分かった。あ、いや、また落ちるの下に。いや、今度は今度はまさかの、どうしようかな。やっぱ透けるタイプです。透ける。あ、じゃあちょっとこうしてね、透けてくらしい。透けていくので、うん、次の方がね、出てくると思います。わ、うん、あ、くっきり。かわいそう。じゃあちょっと皆さん、機械受けてるじゃん。はい、あ、じゃあいつもの、はい、やらせていただきます。どっちからだっけ。右だじゃん。右か。行きます。右だ、左だ、後ろだ、前だ。はい、私がご紹介する商品はブルーン。わーい。わーい。ビヨンズビヨンズペンライト。わーい。わ、ついにですね。今まであんまりペンライトビヨンズでは初めて、あれ舞台の時にと、あともう一
もう一個出したか。あ、そうだ、ありましたね。でも今回はですね、ビヨンズだけではなく、12弱対応、2020年のビヨンズファーストライブツアー2020ポップステップゼオンプぶりのペンライトだそうです。ということでね、今回はビヨンズのロゴだけではなく、地下鉄アムノモリカムシーズニングスの名前もぎっしりと、見て見て、ほらぎっしりと詰まっております。あら、お得、ぎっしりすぎやで。かわいいね、みんなのロゴ。あ、ほんとだ、もう全部なんだ、すごい。あ、ちゃんともうちっちゃくしてる。うん、全部ロゴだ。ほんとだね、おしゃれだね。シーズニングですね。シーズニングおしゃれ。あれなのにおしゃれ。地下鉄おしゃれだよ。ちょっとそれ。地下鉄。あの地下鉄。これ好きな字のやつ。白。好み。うん、個人的好み。個人的に好みの字です。はい。とっても可愛いペンライトになっておりまして、付け方はですね。どこ？こちら。あ、来ました。あ、れいなちゃん。いっちゃーん。あ。れなちゃんです、こちら。わわ、綺麗な色。ね、あ、あ、お、さや。なんか可愛いね、黄色。黄色結構見えるよね。めっちゃわかりやすい。ね、私は、あ、こちらです。お、私の色、シーブルーです。今回会えるない？結構明るくない？ね、そう、この前、ね、わかりますか？ペンライトの水色の違いはわかりますかっていう質問をいただいたときに、あの2人でちょっと正直に答えさせていただいて、ここで言うか、言うか、せーの、わからないって思っていたんですけども、今回結構わかりやすい、わかりやすい。ということでね、やっぱこちらゲットしていただいて、あの、れいなちゃんも、私も、さやちゃんも、ぜひ振っていただきたいなと思います。12色、カラフルに振ってくださーい。イエイ、いろいろなんか変えながら楽しんで、だからそう、みんな好きな方と、みんな楽しんでいただけたら嬉しいなと思います、うん、では付、うん、けさせていただきます。あ、好きなんだ。好きいいよ、なんか好きだ。好きなやつやろうか。好きな消え方でいいな。好きな消え方でいいの。いい、ね、あ、じゃあ見ていただきます。マジ？足入ってないな。長いな、足がな。足入ってない。いやいや。いけるかな？頑張れ。生まれた。紹介するのはロゴステッカー13枚セット。お、はい、めちゃめちゃ可愛い。ということでこちら、これはこの全部のあれですかね。美容系、美容系、美容系。今日ライトもちょっと美容系。うちらアシスタントだ。アシスタントかな。今日は持っていただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、これそしてこうやって、これレイナちゃんから、なんかそしてこれ、さやから。もう可愛い。そして、え、あれ、私よ。え、ない。私がいない。どっか落ちたんちゃう。え、あ、え、あれ、あれ、あれ、どこだ。1、2、3、4、8、9、10、11。あ、11。よかった、あったよ。出てきた、出てきました。あ、これか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はぁ、よかった、できました。これが、ココロちゃん。本当は全部ちゃんと入っております。13枚セットですから。それは私もいます。うん、間違い。ということで、可愛いですね、このめっちゃ可愛い、ね、これもネオン管系のやつ、うん、まあスマートフォンに挟んだりとか、スマホに挟んだりとか、
どっかに貼ったりして使っていただきたいなと思います、うんうん、はい、よくできました。素晴らしい。ということで、あ、タオル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 、あ、なんか僕だお風呂入ってきた。え、めっちゃ可愛いね。可愛い、こんなちゃんとメンバーカラーの、お、おお、結構違う、素晴らしい、結構違う、結構違う、そう、なんか名前入りの、あ、いいの、あれ、あれ、なんかミス、ミスなんだけど、やだな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 、グランプリワン、なんだっけど、なんだ。でも可愛い、めっちゃ可愛い。こちらは、こちらも2020年のビヨンズファーストライブツアー2020ポップステップゼホップぶりのソロマフラータオルです。イエーイ。今回のマフラータオルはメンバーの名前での展開です。お、前回名前じゃなかったのか。あ、はい、そうだ、全く首から、首から、可愛い、可愛い、これみんなの、なんと、見えてる、見えないよね。あ、でも偶然に思ったけど、ユニットで分かる。本当だ。で、スクショタイムみたいな。はい、チーズ、カシャ。ありがとうございます。可愛いですね。めっちゃ可愛いね。っていう、今回のグッズは、4種類よいしょ。ですね。じゃあ、4種類となっております。よいしょ。おさらいしますと、はい、T シャツと、と、ペンライト、えい、ステッカーと、タオルになっております。19日からね、ツアー始まるので、皆さんこのグッズを全部揃えて、会場で私たちお待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。どんなコンサートになるのか。うん。ワクワクってこと。そうです。今考えたら、にやけちゃうぐらい、すごいいい、すごいね。そう、ネオ、ネオです。ネオのね。ネオなビヨンズが見れるかなみたいなね。ネオビヨンなんだ。だって笑う。だって笑う。見てなかった。まあみんな正座してるんですけど、ありがとうございます。正座って聞いて。ということで、以上、一岡里奈と前田心と江口沙耶でした。バイバーイ。バイバーイ。見てくれてありがとうね。よいしょ。あ、かわいい。ほら。はい。かわいい。あ、見た。